この動画では、OD-52 Explosion の、少し、ちょっと開発の時に考え思ったこととか、ちょっと別の角度からお話できたらいいかなと思っています。今ここに、3つのペダルはちょっと並んでいるんですけれども、MXR のディストーションプラスと BOSS の DS-1 とオーバルトンの OD-52 Explosion が、並んでいます。この、3つについて、音を出しながら、ちょっとお話しさせていただければと思います。で、今回はですね、ちょっと、説明の分かりやすさのためにこのセリアトーン OTS ミニっていうアンプを使用します。で、これ何の説明をしたいかというと、このマスターボリュームとそれから普通のボリュームがついているアンプで、それがクリーンチャンネルであるというところなんですけれども、今は、こちらのマスターボリュームの方を上げてプリボリュームの方を下げている状態ですね。非常にナチュラルなというか、強く弾けば強い音が出るし、弱く弾けば弱い音が出るしという感じなんですけど、結構このアンプのようにこういうさらっとしたクリーンが出るアンプっていうのは割と少なくて、普通の例えば一般的なフェンダーアンプとかフェンダーのクリーンとかもうちょっとこう熱を帯びているようなクリーンというか、ゲイン感のあるクリーンが同じクリーンはクリーンなんですけど、強く弾くとこうパフッとこうなんていうかこうなんていうか洗濯物でこう布団を干しているところにこうボールがパンッと当たってパフッってなるような感じがあるんですね。で、で弱く弾いてもそこまで下がらないで、弱く弾いてるそのニュアンスは出ているという。レベルとしてはそんなに変わらないっていう。こういうクリーンが割とギターしているクリーン、いわゆるギターアンプのクリーンだよっていうと、大体ちょっとこういう、ハムバッカーだと若干歪んじゃうかなぐらいの感じのアンプが非常に多いですね。で、何を言いたいかというと、このディストーションプラスにしても、この、DS-1 にしても、ちょっと昔からあるディストーションなんですけれども、昔からあるので、いわゆる昔のギターアンプ、オーソドックスなきっと、アンプに、もしかしたらディストーションしてるところに踏むの場合もあったと思うんですけど、クリーンの場合でもいわゆるこう圧のかかったクリーンに踏まれることが、多かったのではないかっていうことで、ちょっとそれの差を、今やっています。次に、じゃあ
そんなに圧のかかっていないクリーンで。なんかこうちょっとバシャバシャしてるというか、まあ散っている音で、でまあ JC とかにつないでもこういう感じになると思うんですけど。でこれはやっぱりある時なんかディストーションプラスですごくいい音が出た時があって、でもやっぱりこういうこういう圧のかかったクリーンのところに踏んだらなんかすごく芯がゴリッとして、まあでかといってそのいわゆる他のまあうちの例えば3-4とかで歪ませて、いわゆる圧のかかってないクリーンでの音よりも もっと前に来るような感じの音が得られたんですね。それでですね、まあ時代が進んで、まあこういう DS1 のような、まあまあこれは例えばそのアンプの方のその圧と合わせてその組み合わせての音を作らなくても、ある程度これ自体で割といい音が出るようになってるんですけど。まあ、今これで、さらっとしたクリーン作ったんですけど、まあ、これ圧をかけたので。で、まあでもやっぱりですね、こっち圧かけた方が、ベター、まあ人によるとは思うんですけど、まあ、自分としてはすごく、まあ、ギターらしい、やっぱりこう圧がかかってないと少し薄い音、やっぱりバシャッと散っているかなっていう音だと思うんですけど、でまあここまで来てでじゃあそれが悪いのかっていうとですね、そうじゃなくて、そういう音だからこそ逆にその圧をアンプの方の圧をかけた場合、まあ今これこの音量だとまあマスターボリューム下げてプリゲインを上げて、まあでもクリーンの範囲のままなんですけど、まあ例えばもっと大きくしていくと今度はやっぱりパワーアンプの方が歪んでそこにクッと密度が増えてきたりとか、もっとそのパフっていうクリーンになってってくるんですけど、まあそうした時に合わせるペダル自体で完結させる音作りのものだとバッティング、どうしてもそのアンプのキャラクターとバッティングして、例えばそのペダルのでできていたデザインされた音が崩れちゃったりとか、あとまあそのキャラクターが喧嘩しちゃったりとかして、で、まあ、あと音がよく引っ込むなんていう表現があるの、引っ込んだりしてっていうことが起こってしまうんですね。で逆にそのアンプのドライブ感とクリーンなドライブ感と合わさったこういうペダルのドライブ感っていうものっていうのは非常にその一歩前に来るというか、
あの作り方で、でそれ多分昔の人は普通にやったことだと思うんですけど、まあ例えばまあうちもその、まあ、初期から、最近までの間、いわゆるその ペダルボードで完結をして、でそこに無色透明なクリーンなアンプがあればそれに入れて、でもうボードで完結っていうのを割と目指していったんですが、やっぱりなんというか、そのじゃあそういう作り方って他にどういう、要するにこう枠は枠でも枠があって、その中で形を作るアンプっていう枠があって、その中でドライブサウンドっていうものをその内側に作るのか、まあこういう今やったみたいにアンプっていう枠をこう押し広げるような形でこうサウンドを作る、ドライブサウンドを作るっていう、その2つの やり方を今話をしてるんですけど、あのその枠があってその中にドライブのサウンドを作るっていう作り方は、いわゆる今、まあ、あるシミュレーター、デジタルシミュレーターとかの手法、やり方なんですね。だから、まあ、その、まあ今はまだ、まあ人によってはアナログのペダルの方がいいみたいな話もあると思うんですけど、まあ、いずれ多分そのやり方をしてるともうデジタルでいいっていう風になるんですね。まあせっかくアナログのエフェクターをやってるんだから、そうじゃなくてなんかこうならではのその音をまあ追求したいというか、あのまあそういう風に思って、でまあその今回そのディストーションプラスとか DS1 とかの考え方っていうものを、まあ、今風にっていうか、解釈してっていうものがオーディファイブスエクスプロージョンで、これはやっぱりその今までのものって、そのオーバートの今までのドライブも、まあ、当然すごい評価いただいて、であと JC みたいなそういうコンプレッションのないアンプとかにはすごく相性が良くて、でなんですけど、デジタルもどんどん進化していく中で、別にアナログでやらなくてもっていう風な感じになっていってしまうのかなっていうところで、で、まあ以上を踏まえてですね、じゃあこれのオーディファルズエクスプロージョンでまず圧をかけないクリーン。で、圧をかけた状態に、感じになるんですけど、このクリーンの形、まあ、形、音の形が、まあ、周波数、一つは周波数で見える周波数分布の形っていうのと、あとはそのアタックの飛び方の形、まあ、立っててのようなイメージ、こういう形の、まあ、2つの捉え方があって、こっちの飛び方の形をちょっと意識してほしいんですけれども、
で、このプリンの鳥のこの形を、この形を借りている、借りているというか、この形を使っているような形になっているのがお分かりいただけるかなと思うんですけれど、まあ、それこの2つも同じ、前の2つもそういう形だったんですけど、まあまあ、これはその 100% そういうもの、そういうエフェクター、違うエフェクターという話でもなくて、それがどれぐらいそのこちらのそのアタックシェイプのに依存するかっていう度合いについては、そのそのペダルそのペダルであると思うんですけど、まあ、さっき一番最初のディストーションプラスに関しては非常に依存度が高くて、でも DS1 はそれよりも依存度は低い、これ DS の中での音が作ってあるけれども、でも依存度はあるんですね。で、これはもうちょっとそれより少しだけ依存度低いです。まあ、そういうちょっと比較の考え方ですね。要はそのクリーンの作り方が歪みのサウンドに与える影響と、それがまあ、それによるメリット、こういう枠がある中に形を作ってっていう、でそうじゃない音作りとして枠を使うというか、枠を使って作る音作りにすることで一歩前に出てくる音作りをする、スピーカーの向こう側ではなくてこちら側に出てくる音作り、音像作りをするっていう、まあ、ちょっとこのポイフェクトエクスプロージョンはだから、まあ、チャレンジでもあるんですね。そういうところのができるかどうかっていう、まあ、チャレンジ、まあ、まあ、自分的にはできたとは思うんですけど、まあ、ただ使う人がどう思うかっていうのは、まあ、ちょっとわからないところではあるんですが、まあ、ちょっとそういうことをお話しするのもこれが初めてなので、まあ、ちょっとそういう感じで使ってみていただけたらと思います。まあ、それが全てではないんですけど、当然そういう使い方というか考え方もありますということです。